エルカチャンネルの翔です。さあ今日はですね、これルックス、これをちょっと使っていきたいと思います。というのもですね、ヘッドライトが結構黄ばんでます。まあ年数も経ってるやつなので、しょうがないんですけど、あの黄ばみをですねルックスで取れるっていうことなのでやってみたいと思います。いろんな動画が上がっていたので見たんですけど、もう見てわかる、なんだろう、目で見てるうちに綺麗になってってますね。でこのルックスが、一応表面仕上げ剤っていうことなので、まあヘッドライトとかほらボディとかにも使えるってことなんですよ。なので、普通ならなんだろう、こう周りにつかないように養生テープとかで、こう貼っていくんですけど、今回はもうこれは特にいらないのでそのまんましていこうかと思います。はい、これ分かりますかね。カメラ越しなんでちょっと俺は分かりづらいんですけど、自分の目で見ると、あ、色がちょっと黄色いなとは思います。そしてほら反対側も、こっちもそうですね、うん、分かるかなって感じですね。さあこれを直接吹きかけてもいいんですけど、一応こっちの吹くやつに、かけてからやっていきたいと思います。こんな感じ。結構頑張らなんとじゃこれ。はい、どうでしょうか。正直今やっててピンとこなかったんですよ。っていうのもこれ自体が今なんか色が全然黄色っぽい感じになってるので、あ、全然取れんじゃんと思いまして、と思ってたら反対側とちょっと比べたら全然違います。はい、どうですか。やっぱこういうところは少し変色はして、変色っていうか黄ばんではいるんですけど、あとまあ表面ちょっとこれ洗ってないからザラザラしてるんですね。でこういうのは全然向こうは
なくなって綺麗になりました。ただこれ自体のもう色が変わってるので、もうこれはしょうがないかなと。ということで、このまま、こっちのライトもやっていきたいと思います。ほら、はい、じゃあこっちのライトも綺麗になりました。うん、もう途中から音がキュッキュ言ってましたからね。聞こえんし。はい。さあ、これで少し気分は変わるかなと思います。ルックスありですね。他のいろんな商品あるじゃないですか。まあこれが一番お手軽かもですね。いい買い物をしたよ。はい、ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。